おお。軽いの 3.5 馬力。あ、これ軽いですか？こっち京都だ。こういう風になってんだ。解体の現場から出てきたよ。解体の現場出てきたよ。いいですね、そのまんまで。久保田。あ、久保田か。これ1本ごとだよ、これ。古いんだよね、1本ってね。昭和23、4年。これがほら、馬蹄型だから。あ、こうやって開くんだ。こん中にオイルが入ってる。そうそう。オイルってね、こいつからおずって入れってやつはこうやってたまらない。たまるんだ。うん。はあ。で、オイルが入ってるわけじゃないんだ。うん、オイルをこうついでやってやる仕事。いやー、いいですね、この。まだ出てきたばっかりですよ、これって感じの。おお、すげえ。こう見えるんだ、全部ね。出ました、また。うわ、ほら、ピストンって見えるよ、ほら。発動機素人の人だから。ピストン見えるって。ピストン見えるってどういう、これでいいんですか、本当に。どうなの、よく言う言葉ですよ、ピストン見えるよ、ほら。あららららら、ディークル、ほら。あららら。ああ。そう、そこまで出るんですよね。ええー。これだって、ちょっとやっとかかるね、これ。かかりますね。ねえ。大体かかるね。ちゃんと蓋してある。大切にしてたんだ。うわ、すげえ。ピストン見えて動いてるよ、ちゃんとこれ。うん。ね、結構、こうやってピストンが動くから、ね。あ、ちゃんと油も馴染んでるね、とこデイクも。馴染んでる。ほら、油デイクも出て、ほら、馴染んでちゃんと、ほら。お、これ、へぇ、こうなってんだ。あ、いいですね、この。へぇ、すげぇ。これなんだっけな。SA 型じゃない。こうやってまじまじで見たのって初めてなんだよな、ほんとに。何型ですかね。で、ほんとにただのこれカバーなんだ、ただ単に。そうそう。ほんとのね、カバーなんですね。だね。へぇ。何の意味もなく。開けたままでもかけて。かけていいってことなんだね。ただ、ほこり入っから、入れない人で蓋してるよってだけなんだ。また油が飛んだりもしんでねえよ。ああ、だからね。ただ単に歯車で動いただけなんだもんね。こいつも一本ロットだね。これも古いでなんですよ。すげえな。俺には分からない世界だけど、すげえな。わざわざ出していただいてすいません。すごいね。普通はロット2本なんですね。結局排気で9キロってこと。1本ってやっぱ古いから。んこの頃は低速発動機って言って、農業用だと低速でこれ引っ張る負圧の力だけでほらやってんの。エアを間に合っちゃうんですよね、低速だから。高速だともう間に合わなくなっちゃうけど、低速なんだ。そう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 。こっちこっちもちっちゃいの。ちっちゃくないで大きいじゃん。大きいじゃないですか。そっちは軽い軽いし、軽いのやつだ。歩いて結構この発動機はあんだよね。ありますね。うん、山形と四国と。えらい調子いい。えらい調子いいですね。久保田ってあんま少ない。久保田多いですよ。久保田ってなんかヤンマーって感じはするけど。ね。あるんだ。うん。今カチッって言ったでしょ。カチッって言った。言った。ちょっと回してみていい、もう一回じゃん。うん。こうやって回してみますか。これ。これが火花。飛んでる。そうそうそう。へえ。知らない人です。もう全然わかんないよ。全然わかんない。へえ。あれがカチッとなれば火花が飛んで。そうそうそう。へえ。わかんない。じゃあ、あれがなんなきゃ発動機ダメなんだ。まず最初に回してカチッって音がするかとか、圧縮があるかとかっていうところがやっぱ始まりなんだ。でもね、ここのコイルはね、巻き返しした方が。いいね、あ、こんな中にコイル入ってんの、ここに。そうです。ボシさん、そうです。刃物揚げ30万するの、うん、これだけで30万1個、うん、はあ。
これが何する機械ですか？針とかなんか針とかね、あのこう斜めにこうなってる、そうこううまくこうカポッとはめるやつ、あっつーの2台、加工機と同じ仕事するやつの2台になってる、うん、もうね、木工機械の大型機械ってのもいらない、あの製材機でキャタピラーがついててね、うん、そういう機械もあったのさ、へぇー、そういうね、自走式ってことんじゃん、ね、自動で送れるやつさ、そういうのもあったんだけどな、半 FG15 だからね古いよ、これエンジンなんかあれじゃなくて調子いいんだよ、これはまだね、古いからね、うん、本物やってたからこれで自動で、あ、これも腕折れなんだね、腕折りさんですよね、あー、これ中入ってんだもんね、うん、家建てる前に基礎が緩い時にまずぎって急打ったんですよ、あれ売るやつ重機につけてやってるね、あの重機にあそこつけて、あのウインチみたいなの、ウインチが上についてその重しをつってドーンと落とす、フリーなんですよね、今何て言いました、パイル何、パあの松ぐい、うん、今でパイルみたいな、昔は松ぐいってね、社長ね、そうそう、松の杭を打ったんですよ、木の杭を、それがあの機械、地盤改良するためにそれをやる時なんですよ、ウインチで上げてフリーで下ろす、多分あれだと下ろすとあれですよ、何世かなんかのモーターだと思われる、ミキドウインチなんですよ、見えはずなんですよ、これは何ですか、ヤンマー久保田、これヤンマーじゃないのかな、見えはずなんですよ、これエンジンで、これハニクスの何型になるんですか、何型なんだろう、もうハニキないからね、これもや珍しいとこやったよ、あ、ここに書いてある、これミキトン、オレンジ字も前にこれあったんですよ、お客さん言っちゃったんだけど、これいい音するんだわね、音がね、これ今ね、一人で今ヘッド見てるわけです、一人ヘッド、もうかかるよ、これあ、すっかけてもらう、すっかけてもらう、ありがとうございます、簡単だったんだけど、ミキトンがやっぱ違うんですよね、これ欲しいですね、これいいんですよ、これユーズブレあの配管取れるからね、ああはいはい、外部取れるからですね、あの09差でね、こいつでブレーカーのいい、こいつやったほうが入っていいのかもしれないね、まだこれ昔のこれ見てください、これ昔のあれですよ、ね、ハベスタですよ、そうそう、これもハベスタを運搬機にしてるわけですね、発電機ウェルダーの毛でこのウェルダーハベスターも広いもんね、大きさが、うん、だからウェルダーのすごいちょうどいい大きさなんだけどね、ではまずエンジンだったら何年ぐらいやったかのね、すごいかかんないですよ、そうですね、この頃のね、ジョニアですよ、これエンジンガソリンのですか、ガソリン、ただね、これでね、これ、こいつがね、カバーがボロボロなんて、これあれで来るんだ、うん、なんかこれしてもよかったらなんか違う国いるよね、うん、ほんとね、下がり機械何台買ったんだ、あ、そうなんです、上げ機買えるくらい、2台ぐらい買えるくらい、それは珍しい形ですよね、そのミキストンも、はあ、うん、小野寺さん、この機材4個です、4個のハサミね、こいつは小野寺さんのハサミ、あいつ買い取り寄せなんですか、あ、いいですよ、しますよ、調べていきますよ、丸順だね、これね、このトラクターいいよ、なんかロータリーメールの管理系ちょっと大きいバージョンみたいな、うん、これね、プロ見れば、ホンダのアッパレって言うんですね、アッパレって言うんですね、ガソリンエンジン、面白い、ちっちゃくて面白いですね、うん、使ってるのがすごくいい機械、うーん、小さい畑が、ちょうどいいんだね、狭いところ、あ、車体をいっぱい持ってやんない、運搬車がハニクスの運搬車だ、ハニクスの運搬車だ、これ800キロなんだね、
飛ぶ。ああそうだね。あ、500キロのやつか。ハニックスだ。ハニックスですね。いや面白いね。いいですよ。3点。あ、3点なんだ。うん、あ、ほんと3点だ。それで、あれ、下水とかだったら、うん、ああ、いいんだね。うん、横に出せるのが。え、こっちにも傾くん？そうそう、3点だと、これ。そうっすね。切り替え順で3点でいい。あ、今回これ、ここで切り替えして3点のね。うん。うん、やってみよう、こっちにしよう。これはどこのあれですかね。これ、佐藤さんじゃない多分。なんて、ゴーリギだか？ゴーリギだって。ゴーリギだは3つ節だね。三景？三景って何ですか？三景っていうメーカーです。三景。はあ。三景っていうメーカーなんですかね。ゴーリギがそっちの後ろね。ゴーリギの後ろ。それでこれは、これもゴーリギなんですね。同じの？三菱系と。あ、ゴーリギか。うん。あの家なんかね、あげるときに箱ジャッキって。あ、箱ジャッキ。そう、これ箱ジャッキ。ここ爪でさ、ね。引き屋で使ったりとか。引き屋で使ってるのこれ箱ジャッキ。あ、すごい箱ジャッキ持ってる。これ20斤ぐらいあるね。20斤ぐらいですか。うん、ちょっと俺そこ何で言ってくださいよ。おいいですよ。おった、これでないから今ねえのないもんね。いや使うんじゃなくて、とあのうちの事務所にオブジェで置いて。でうちでも昔やっぱり家の裏の記号や、昔は小学校の時はあげたんだけど、これ箱ジャッキでやんないとダメなの。これストロークがね長いですよね。うん、言わずだとストロークないけど箱ジャッキは稼げねえから、この箱の分ね出んだもん。こすっとったっけ、こっちのね、あいつ湯がスター潜ってね、うん、これを運ぶの大変なんだよ。ああ今ね、うん、動かすの大変だってね。相当重いんですねこれ。社長もね、あの家あげたんだよな、結構。うん、結構ね、あげた。だこれもやっぱほら必要なんですよ、ここ回してやる。キリンって、ね、キリンね。あ、キリン、あんだ、キリンだ、キリン。そうそう、キリンって言うんですかこれ。キリンって言うんだって、そいつ。どれが？これ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 、これがキリン。これはこれ回してさ、ここ回して伸びてくるっと、うんうん、ネジでね、うん、そうそう。いや、なんか懐かしい。うちのなんか昔じっちゃいやってたのみって、なんか、うん、今 CB7 半はすっごい価値あるんですよ。これ高いんですか？はい、ないもん。これね、みんな綺麗にまだね、メッキを磨いてさ、ひっかひっかにして、すんごい価値あるんですよこれ。社長バイクも好きだったんですね。ここさね、ここ全部バイクだった。ヘッてやったね。地震の時のね、もう入れられてさ、こういうシートさ、倒れていくこのレバーが刺さってたりとかさ、はいはいはい、だいぶ、でも今5、6台ぐらいあって言ってたの。30台ぐらいヘッてやね、ここさ。すごいな。すごい。ガンブレもねえよ。エンジンで動くの、これ。ああ。冷蔵機屋で引き屋の時にこれでね、はぁ、使ったの。こういったあと滑車つけてるんですね。そうそうそう。あ、俺あんま見たことない、この電気のランマ、うん、電気のやつ今は見たことない。俺本で見たことあるけど、うん、電気のランマは持ってる。エンジンだとね、どうしてもゲロジングと調整やってる。電気もいいね。悪くない。エンジン調れないからだけど、あ、ちっちゃいベビーウインチとかもあるし。あ、これあの最後仕上げやっていくのあれですよ。電気で動く。これウィンウィン鳴らすやつ。ど真ん中的にウィンウィンね、こうやって。あ、かわいいウェルダーマジで。これかわいいウェルダー、ウェルダーのみのやつね。そうそう、溶接のみ。これこれ辺のツーサイクルですか。これじゃあツーサイクルだ、やっぱりツーサイクルだ。この頃ツーサイクルだ。未だにそれね、たまに使わないでば。電圧よ、いやね、いやあの少ないの欲しいで、これ一番いいです。そうそう、これいいですよ。面白いのいっぱいあるな。あ、ここさ、ほら、あ、キリンちゃん、これがキリンって。キリンちゃん。これこう回ってほら上がってるんですか。ここに棒刺して、こうやって回っていきます。でもこれ山がだ大きいんですよ、これ、ね。これ休めかけときね。箱ジャッキかけていって、揚げた時に休めかけときね。これで。アンコを吸いで、こいつで休めかけます。ですよね。うんうん、じゃないと箱ジャッキだとだけだと置かないから、はい、これでここでよくね、うま、あの第二っていうか、こうコッパかまへん。あ、じゃあ何トンできるんだこれね。5トンぐらいは大丈夫だよ、ね。あ、これが5、あ、こうって書いてあるの、5トンが入ってる。これで5トンいけんだよ、うん、すごいですよね。今日は完全にあれですよ、お隣の夕食会見になってますよ。そう、本当そうっすね。ねこうやってもらえばですね。うわ
わーすごい貴重なものいっぱい見させてもらった。いいですね、ありがとうございます。ありがとうございます。今のランマってこう振動なんですよ。こいつは本当に飛び上がるんで、ね、ドンドンドンと飛び上がってやるやつ。これももう懐かしいね。そうなんですか。結構激しいんですか。いや、だからあの振動じゃなくて飛び跳ねで締めてる感じ。まあね、もうどん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 本当にこれ買って何回使ったで動くかよ。骨董品なんですかこれも。おお、だいぶ古いね。もう50年くらいの。あ、そんなはずですか。じゃあ、はあ。全部エンジン。エンジンも電動もあるしね。これエンジン電動何もあるんですか。あのニトロドはいかに張り込んだね。あと。ああ。それこそ焼き玉ですよね。そうそうそう。あ、焼き玉なんで。プラグはさ。いらないんですよ。いらないの？そう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 。一回エンジンかかればもういいんだ。すごい。このエンジンだけを集めてるマニアさんもいるんだ。ユッペね。結構いますよね。え、そっち何なんかエンジン？三菱だ。カツラ。カツラ。カツラ。羽田って書いてあるよ。羽田だね。一本ロットだよ。え？一本。すごいね。これ茨城の龍ヶ崎で作られたやつですよ。茨城県産羽田。茨城県って書いてあるでしょ。いや東京都日本橋会あれあそれ本社でしょ。羽田製機株式会社製造って書いてある。何年？昭和24年って書いてある。昭和24年6月製造って書いてある。すごい製造年月日入ってるんですね。入ってる。こっちはなんかまた違う、ね、これイサミなんですよ。イサミなんです。イサミって昔機関銃作ってた会社なんですよ。へえ。大日本兵器っていう会社。あ、なんかここに書いて、なんかあるよここに。で、日兵産業って言うんですよ、今は。今っていうか、大日本兵器って言って機関銃作ってた会社で、戦後ほら、国産って書いてある。あ、そう。それがマグネットはね。うん、マグネットね。これ、すごくこれいいわ。ポンと書かれよ。これ、はあ、いいですね。そっちはなんかダイヤダイヤダイヤだね。なんだ。あ、カツラ。カツラってメーカーね。でも三菱マークあるね。そうです、三菱。三菱。カツラエンジンでね。これは紐でかけるタイプです。あ、こう巻いて。うん。うんうん、どうしちゃったんですか。こっちにもある。なんかこういうの見るとさ、なんかちょっとおかしくなっちゃう。ダイヤディーゼルで、ダイヤディーゼルちょっと目覚めました。ちょっとちょっと。すごいね。変態になってきた。だんだんね。やばいね。すぐかかったね。あれね。かかったんですよね。これクランクダウンの。これ手でこれを回すの手で。いや、これでもっとあこう回し上げただ。へえ。こうレバーが本当に知らないですから面白いですよね。あのレバーなんかここにあるんですよレバーが。え？え？え？あ、俺これね。そうそうそう。あ、やっぱこれになるんだ。これで回すんだ。これで。そうそうそう。使ったことないね。へえ。あ、このまたこうやって？それだけで。あ、回しだけかかるんだ。かかるの。こう回転結構早くじゃなくてかかるんだ。いや、こう。ただ。こうやってで。へえ、なんでそれでかかるの？俺はもう早く回すだけかかんないイメージしかないんだけど。すぐかかるね。へえ、そうなんだ。あ、ゼロ級はいいですね。ゼロ級はいいね。いいね。この機械一番使うんですか、ね。やっぱ使えますか。あ、これエフラインさんの。あ、来たね。右から来た。おお。勝った。勝った。買ってもらいましたこの間。あ、でっかいのある。あれ。これ小野寺さんと同じやつじゃん。え？この前の。あらららら ら。これにすぐかかったんだよ。これデーゼルだから。これが小野寺さんのあれより。これいや大きいやつ一回りとね。あ、4だからでしょ。あれ3です。あれ3です。へー、ああいい感じで。これまだ引き上げてきた感じですか。ねえ。そのまんまかかっちゃうんですかこれで。これはまだ触ってないから。ああ。こっちが 3？ これ大金ってさ。大金あま違うんだ。これ大金。そっちは大金ね。へーすげえ。回ってるちゃんと。これ足がからこれ進化からよ。足がこれいいなぁ。4型あるんだ。すごいね。ちょっちゃんも見つけてくるっすね。すごいっすね。すごい。いいっすね。いいお友達。これはいいわ、うん、あら。へぇ、すごい、ね。いいですね。いいね。こういうの並ぶ通りだ。こういうだろうな、ね。